おはようございます。2023年1月11日水曜日の朝です。今日の体重は 65.45 でした。体脂肪率は 37.5% です。おはようは、みなちゃん。うわ、今日も天気いいですね。気持ちいい朝です。しかも空気シャキッと冷えておりますよ。なんか去年はですね、この辺までこの屋根から落ちてきた雪が積もってたんですよね。でそのうちこんなになって、こうしないと背伸びしてこうやって取らないと取れないくらいだったんですけど、今年は雪本当に少ないですね。見えてますからすごいですね。はい、そんなわけでですね、今日はあかねさんのヨガの予約をしてありますので行こうと思うんですが、いつもはご近所のお寺安礼寺さんなんですけど、今年最初のヨガはですね、隣町由仁町にあるお寺でやる予定になっているので、ちょっと今日は準備して向かいたいと思います。さあ飲みます。今日の朝ごはんです。今日は焼き鮭、きゅうりとトマト、ナマズ。おつゆは昨日食べたお雑煮のおつゆの方に、しめじをプラスしておつゆにしたやつ、冷凍してあった玄米ともち麦ご飯、いつもの酢に豆乳を入れて飲むヨーグルトっぽくして食べます。はい、じゃあ準備ができましたのでですね、これから来るまでどれくらいかかるかな、10分くらいかな、行ってやってこようと思いますよ。行ってきます。大光寺さん着いた。今日はですね、隣町由仁町にあるこちら大光寺さんで、お寺でヨガでございます。大行寺さんでした。大行寺さんいいですね。落ち着く感じで今日もヨガができそうですね。これ誰が彫ったんですか？はい、わあすごい、なんか禅宗職さんが手で彫ったそうです。すごいですね。皆さん続々と集まってきました。お子さんもですね、今日は一緒にやるみたいですね。今日もすごい楽しかったです。すっごいスッキリした。しかも今日はですね、あかねさんはヨガだけじゃなくてチラピスみたいな筋トレみたいなのも取り入れてくれたから、特にですねすごい効きましたね。汗かきましたよ。これからちょっとですね、アロマのトリートメントをさせていただくことになりましたよ。よろしくお願いします。今日はですね、4名で来たのですね、トリートメントをさせていただいております。みんな喜んでくれてます。今日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。エリコロの動画、ナオミさんからいただいた米粉クッキーココア味食べます。シエスタチッタ。今日はですね、ナオミさん一緒に車に乗ってきたのでですね、お昼これから食べに行きたいと思います。今日のお昼ご飯です。今日はシエスタさんで無水カレーを食べる方にしました。美味しそうです。食べます。ホットコーヒー飲みます。はい、また今日もゆっくりしちゃいましたね。じゃあこれからですね、お家の方に帰りたいと思いますよ。帰ってきましたよ。すごいなんか冷えてきてるような気がする。すごい寒い。でも今まだ5時20分くらいかなですよ。じゃあまず中入ります。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日はですね、ヨガ始めですね、あかね先生のヨガレッスン行ってきました。でいつもだとですね、お寺のヨガといえば歩いて2分くらいのところにあるご近所のお寺安龍寺さんでやるんですけれども、今回ですね、その安龍寺さんに、
ヨガレッスンに来てた方もお寺の方がいてですね。で、その、隣町由仁町の大行寺っていうお寺でですね、今回、ヨガのレッスンをするっていうことになりまして、私もお伺いさせていただきました。やっぱりなんか、いろんなお寺に行けるのもちょっと楽しいなと思いましてですね、いつも行ってる安龍寺さんとはまた別の雰囲気の中でヨガをさせていただきまして、とっても整いました。で、今回あかねさんですね、お正月太りみんなしてるからですね、一応こうインナーマッスルからしっかりと鍛えましょうね新年ということでですね、メニュー組んでくれまして、なんかピラティスピラティスとなんか筋トレもちょっと筋トレチックな感じのやつをやりましてですね、私はもう今現時点で背中とかなんか結構いろんなとこがプルッとしてますね。これはなんか明日以降普通に効いて薬になるパターンです。でもこうですね、ポーズを取るって言ってもうプル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 って、もうわあ私筋肉落ちてるって思いました。あ、これはいけんぞいかんぞって思ってですね、ちょっと本当に自分の今運動不足気味の自分と本気で向き合えたような気がします。はい、そんな感じのとってもいい感じで今日はヨガレッスンをさせていただいて、気持ちも前向きになってですね、ダイエットの方にもちょっとポジティブな気持ちで今後ですねやっていけるんじゃないかなって思っております。はい、そしてですね、その後ちょっとお腹空いちゃったのでシエスタさんの方でご飯食べまして、ちょっとゆっくりしてたらですね、ちょっと動画撮んなかったんですけれども、それこそ安龍寺さんのご家族の方もシエスタの方に来てですね、その後ワイワーイってお話しして楽しく過ごしまして、で今先ほどですね帰ってきたっていう感じでございます。なので今日本当にいろんな人と会ってすごく充実した一日になりましたね。あ、そう、それとも自分のこと話すの忘れてた。今日そしてそちらの大行寺さんの方でもですね、アロマトリートメントさせていただきました。なんかみんなですね喜んでいただいて、とっても私も嬉しいですね。なんかまあ、大体15分くらいお一人につきやるんですけど、でもなんかお話ししちゃうのでもうちょっと長くなっちゃったりするんですけどね。なんですけれども本当にですね、こう皆さんとこう触れ合うことによって、私も皆さんの癒されてるっていう気持ちが嬉しいっていう気持ちになるのでですね、なんかすっごくやっててもすごく楽しいですし、なんかこうなんていうのかな、こう触れ合う、あんまりこう人と手つなぐっていうこともあんまりなくなってきてますから、私もそうですし、まあ皆さんもですね、そんなに考えたらそんなに誰かとこう触れ合ったりするっていうことってだんだん年齢とともに少なくなってくると思うんですよね。お子さんが大きくなっちゃったりとか、まあなんか新婚の時は手つないだ、今でもラブラブの方がたくさんいるかもしれないんですけどね、でもそんなにそんなにですね、毎日毎日べったりっていう方もなんかそんなに多くはないんじゃないかなって私が考える中では思ってるんですけどね。なんですけど、そんな中やっぱり人と人が触れ合うっていうことだけでもですね、本当にアロマのこの香りの効果もありますけれども、触れ合うことの大切さみたいなところもですね、最近マッサージがトリートメントさせていただいて感じるところではございますね。今後もそういうところも意識しながら皆さんをですね癒せていけたらいいなと考えておりますよ。はい、そんな感じで今日はですね、ご飯作るのもめんどくさいしいいやと思ってですね、またまあ、こぼれちゃいそうだから見せられないかな。そう、安龍寺さんのとこの奈々さんがですね、この間ランチ女子会で作ってきてくれたおぜんざいがまだちょっと残ってるので、草餅入れてこれは夜ご飯で食べちゃうことにします手抜きはい、そんな感じです。今日はじゃあこれくらいにしておきたいと思います。なんか言い忘れてることがまたあるような気がして、ちょっともやっとしてるんですけど思い出せないのでこれくらいにします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。